い、どうもピョキンです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコースト、ピックはドア、エニードア、カッコトロールということで、どのドアか選べということでしょうか。まあ選択肢にはとても弱い僕、取れ高しかないんじゃないでしょうか、このコース。ドヤ顔で言うことじゃないね。そしてサムネにね、なんとも言えない顔が載ってるんですけど、性格がめちゃめちゃ悪そうだね、あの人。緑色に髪の毛染めやがって、チャラチャラしてんじゃねえ。まあ雑談はこの辺にしといて、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.34%。 まあピックはなんちゃらかんちゃらだから、おそらくピンクコインコースじゃないかなとそう思うんですけど、どうなんだろうね。あー、やっぱりピンクコインコースだね。じゃあ上にキノコが飛んでるけど、あのキノコは取れないよね。なんで右から上に行こうか、左から行ったら閉じ込められそうじゃない。でもちょっと行ってみようか。やっぱないのか。じゃあここはブロック叩いてもなんもないね。ここ、うわー、キノコ取れっていうことか。いやでもまだワンチャンあるよ、上の土管入れるんじゃない。外枠キノコ様。そういや最近さ、僕ラーメン屋でラーメン頼んだんだけど、替え玉を2回したんだよね。っていうことはラーメンを3杯食べたっていうことになるんだけど、それってなかなかすごくない？ラーメン3杯食べれる人ってあんまりいないような気がするんだけど。そういや最近ね、ツイッターで何かを発信したいんだけど、いいネタが思い浮かばなくて、ぜひねこんなネタ発信してくれっていうのあったらコメントください。だいたいそういう時さ、自撮りとか来るんだけど、僕は自撮りをね撮ったところで女性のみんなの目の保養にしかならないよ。黙ってろもうお前は、この豚野郎が。まあ僕のような顔も声もブス野郎は置いといて、ちゃちゃっとクリアしていきますか。じゃあここ上に、上じゃないかい。みんなちょっと先に言い訳しといていいかな。画面の右上が逆光でめちゃめちゃ見づらいんだよね。そんな中こんなコースをやっていくという、ハイトロールコースタープレイヤーだね。じゃあここのハテナは何、こいか。矢印多すぎなんだよ、こんなに設置しなくてわかるって。矢印を信用しちゃダメだよ。一旦右の方から行ってみようか。ナイスチョイス、合ってるんじゃない。今日は矢印信用しちゃいけない日だね。そしてここはつららは越えれない。バゲー。気になるね、すごい気になる。ここ行ったらどうなるんだろう。シームスグッド、こっちもなんかいいみたいな感じで書いてない。あれ、え、どっちでもいいみたいな感じなんかな。あ、でも今度バネが降ってこないね。え、どっちが正解なんだろう。それだったらどっち行こう、右の方行こうか。最初に選んだ扉の方行ってみます。こっちはバネが出てきたよね。でも上の隠しブロックあるんかな。あ、上ないのか。さっき左の方はあったんだけど、もしかして扉に入る場所によって罠が違うっていうこと。結局行き道はここに通じるみたいな、なんかそんな感じっぽくない。じゃあここはブロック叩いてみる。ザコは引っ込んでる。ちょっと気になるわ。次左入ってってみるね。さっきのところと同じ場所に連れて行かれるのか、そこだけ確認してみます。でここでキノコ降ってきたよね。でこのキノコを取ってこの土管に入れば同じ場所に繋がるのかな。あ、繋がるんだね。あ、でも中間ポイントあるよ。え、どっちが正解なんだろう。え、右はダメっていうことだったんかな。あ、なんかそんなっぽいっていうか、なんか結構いけてるけど、なかなかいけてるけど、いい感じじゃない。多分右はダメだったんだね。あそこで手詰まりっていうことだったんだよ。っていうかこれ終わっちゃうやん。でも実はこっちが不正解ですみたいな、そんな可能性もありそうじゃない。中間ポイントまで取らせてくれてはいるけど、もう分かった、いちごミルクといちご牛乳の違いぐらいな。別に違いはないけど。じゃああのカエル、ギリギリで取っておくのが正解だと思う。多分この辺だよ。いや、まだこの右開くんじゃないの。 P スイッチの音が鳴り止むまで待ってみようか。いや不思議だよね、トロールコースってアイテムが罠の可能性もあるのに、どうしても取りたくなっちゃう。やっぱ安心したくなるからかな。ここはカエルダメって書いてるな。あ、さっきのカエルを取るなってこと。あ、このカエルは、このカエルは取っていいの。どうなんだ。なんか強制的に取らされたけど。あー、なるほどね、これで右に行けなくなったと。でもまだワンチャンあるよ、左に行けば何か行ける進路があると。なんなんだその矢印は。それ最近ね、ヒゲダンのミックスナッツ聞いてたら、それをトロールコースの替え歌でなんかインスピレーションが湧いてさ、聞く。別に聞きたくねえか、そんな替え歌。ここはすぐ上に行く。はっ、バカ入ってきて。
そういやここピンコインコースっぽくないね。いやまあピンコインコースはピンコインコースなんだけど、なんていうのかな、1枚取って中間ポイントを取るみたいな、そんな感じのコースじゃないね。あ、なるほど、この子で鉄球が出てくるのね。そして先に進めると上のピンスイッチめちゃめちゃ怪しい。あれなんだろう。じゃあここは上に行ってあのバネに押されると、そういうことだと思います。違うんだってばね、上に乗せてよ、頼むって。今日はこのバネ尻尾で攻撃したら羽がなくなるんだね。初めて知ったかもしんない、記憶の中では。まあ言ったことあるかもしれないんで、記憶の中ではということにしときます。あ、でも尻尾で攻撃しろって書いてない。攻撃して、あ、でも一旦土管に、あ、入れないで。あー、なるほどね、尻尾で攻撃してさっき音符変わったからさ、そこでこの音符を叩くんじゃない。もうすべてわかりん、ゴリラパンダンゴムシ。ここは上でバネを叩く、それで先に滑ると、そういうことでしょう。この音符上か下かめちゃめちゃ重要だな。2分の1か、ピック音符、上だー下だー。あのさ、リンゴって美味しくない？そんだけ別に何の意味もないんだけど、最近リンゴ食べてめちゃめちゃ美味しいなって思ってさ、久しぶりに食べたんだよね。じゃあここは多分鉄球だと思う。やっぱりね、読めてんだよ。さあここで待って待って、上から行く、下からでいいね。ゴー、ちょっとちゃんと読むね。ゴーなんて書いてるんだろうね。ゴーインライトドア、右のドアに入るってこと？え、最初どっち入ったっけ、左？もしかしてやっぱ右が正解みたいな感じなんかな。ピンコインはあと3つで、なんて書いてるのこれ。アンレスキーなんで、右のドアに入って鍵を持ってくるなっていうことなんかな。多分そんな感じっぽいよね。でも一旦右に行けそうなんで右に行ってみます。こっちに行ったらどうなる。頼む、先に進ませて、せめて中間ポイントは。いやまあ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 、でもこれさ、オンオフが変わってるから、こっから先に滑るんじゃない。で、こっから右のドアに行けばいいっていうことでしょ。なんだそういうことか、ビビらせやがって。てっきりスタートまで戻されたかと思いました。で、この状態から進めるみたいな。バネは振ってくるのか。よっしゃ、あいや違うんだって、ここ避けるの地味にむずいんだよな。上に隠しブロックがないパターンのやつが。じゃあファイヤーフラワーを取って先に進んでいこう。これでもさっき中間ポイントなかったよね。こっから、あー、ここでまたこのピンコインを集めてこいってこと。でもまだ違うよね、さっきと。絶対ぶつけ、もうどうすればいいの。なんかいけてるな、なんで今の圧当たってもよかったんだぞ。じゃあここはカエル取っていく。次は絶対に合ってるよ、頼むカエル。何もならないってことは。はっぱちゃん、ありがとうございます。このまま先に進めるんだね。今の場面一回も引っかからなかったのすごくない？そしてここでチビになって、あの中間ポイントを取れっていう感じだね。あぶねーこの魚倒しとこ。欲もやりやがったな。ここも絶対にさっきと違うと思いきや、下から叩いてみようか。はい、ダメ。上からでいいということが分かった。そしてすぐ左に逃げる。よし、この魚、何なんだ、さっきからちょいちょい跳ねやがって。魚は跳ねるもんなんですけど、ここ次こうしていいんじゃないのね。え、これでいいんじゃないの、バネよ。分かってるんだよ、さっきと違う。バネの上に乗っていこう。そして上まで行ったらまたバネの翼を奪う。さあ、奈落の底へ落ちるがいいバネよ。まさにダバネだね。そしてまた2分の1か、ピックアンプ、さっきと同じ方法で行ってみます。下が正解だった。上だ。なんかもうそろそろ終わりそうな気配がしない。だって残りピンコイン1枚でしょ。で、このドアに入っていけばいいのか。さあ、ゴールあっていいよ。ピンコイン、ゴーインレフトドア、あ、ゴーインレフトドアか。っていうことはまた左のドアに入らなくちゃいけないってこと。いや、でもこれで来たんじゃない。さっき左のドア攻略したから、これでゴールだと、そういうことなんじゃないんでしょうか。オープスロール、ハロー、どうもこんにちは。じゃねえんだよ。いや、でもまだワンチャンあるよ。こっから実は何が、やっぱりそういうことか。ビビらせやがって。あ、さっきの顔の人だ、こんにちは。これはドアには入れないね。右か左、どっちだろう。頼む、最後の2分の1成功してくれ。青が好きなんで青に行きたいと思います。実は赤の方が好きです
死に体験パート。大丈夫か、ちょっと待って、全然読めない。ちょっと待って、どうなってんのこれ。一旦これチビになってカエルに当たらないようにして右のブラパまで行けってこと。まあ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 、それは全然余裕そうなんだけど、ちょっと待ってね、ここでジャンプすればいいだけでしょ。いやちょっと待って、やらせんだってだね。さあこっからなんだよな、難しいのが。あのバネとバネの間をきっちり行けっていうことでしょ。はい、うますぎる。え、ワンチャンゴールあるよ、全然ある。ある、どこ、どっち、右と左、どっちかが右に行くと思う。右に行こうか、こっちが正解。ふざけるな。上等じゃん。じゃあさらに赤いの缶に入って別の死に体験を僕はしたいと思います。死に体験イメージを舐めるんじゃないぞ。ここは、うん、こっちの方がちょっと、うん、難しいような気がするな。意外といけた、めちゃめちゃうまい。でここで右に入った瞬間すぐ右に行こうか。いや真ん中でいいか。そしてこれはゴールできるのか、頼む。来た、絶対。いやこれはやり直し聞く、頼むって。上からはいけないか、一旦このドアに入ったらやり直しが聞くみたいな、そんなことはないですよね。次こそゴールするよ。右側が鉄球だったような気がしたんだよね。なんで左がボメ。そしてゴールができるとそういうことですね。さあゴールさせてくれ。やこのコースすごい面白い。なんでハートが7しかついてないのかわかんないね。なんでこの方のコース他にも結構出してるんで、どんどん遊んでいきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオフィーリング122ということで、このコースを見て誰もがこう思ったと思います。なんこれ。もうわけわかんないよねこの見た目。自分で選んでなんですけど、またとんでもねえコースを引いてしまったなと。まあサムネを見る感じはさ、Pスイッチが並んでて、その上にパワーブロック、そして砲台が並んでるんだけど、ゴール条件があるんだよね。ゴール条件ってもうわけわかんなくない。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.18%、まあ、クリア率からして鬼畜なんだろうけど、どんなコースか楽しみだね。そしてゴール条件はコインを全て取ってからゴールか。じゃあ50コインが1枚あるのか、大量にコインがあるのか、どっちかなんだけど、なんか右下に50コインっぽいのが見えるね。あれを取りに行けっていうことかな。なんこれ、語彙力なくしてしまうよこのコース。なんこれ、仕方ないもん。じゃあとりあえず連打で行ってみようか。連打で、誰か助けてー。もう一度連打で行ってみよう。たた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 た、誰か助けてー。連打がダメっていうのが分かったね。ただ最速が4秒なんだけど、4秒って言ったら50コインを取って戻るだけで4秒ぐらいかかるよね。なんで連打で行くと思うんだけど、違うんかな。一旦ゆっくり行ってみようか。 P 持って投げる、 P 持って投げる。今のをもうちょっとだけ早くしてみようか。タン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 、これかくんじゃない。もうそのままゴールまでつける。頼むマリー、そこはちゃんと折り返して、そのまま見て、なんで上に重ねてんのマリー。でももう今ので分かったぞ、リッチカルピスと濃いめのカルピスの違いがな。このくらいの難易度の一発マリオで僕がへこたれると思っているのか、制作者よ。一発マリオ名人の名は伊達じゃないっていうことを今に見せてやるぜ。さあ行こう、そのままマリー突っ切ってくれ。あの世までな。もうやめていいやろ。もうゴール条件分かったから、もうやめておくないから。右まで行くのにめちゃめちゃ難しいんだよ。頼むマリー、次こそ行って。もういいんだってそのくらいや。久しぶりに黙ろうかな。黙ったらこのコースクリアできるっていうことを証明してみせたいと思う。僕が本気を出したらこのコースちゃちゃっとクリアできるっていうことを証明してみせるぜ。ぬるいんだよこんなコース、今に見てろ。さあここから左に戻る。さあ残り1秒いけるのか、頼む。やった見たか、これが一発マリオ名人だ。もう最近鬼畜な一発マリオをクリアした時のセリフとなってますね。そろそろやめようかな。いやこのコースも見た目めっちゃ簡単そうに見えると思うんだけど、ほんと難しいからね、ぜひやってみてください。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。